はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。今日もですね、ロマサガ、ロマンシングサガ2リメイク版ですね、こちらの方を続きやっていきたいと思います。で、なぜか動画を撮り始めると出てくる暑くなってきましたからね、もう蚊が侵入してきましたね、さすが田舎そうですね、これからの季節は蚊に悩まされることになります。ちょっと間で見つけるとちょっと暴れるかもしれませんが、その時はこらえてください。本当な。で、前回ですね、ちょっとすいませんでしたね、コムルン島の火山を冷やすことで溶岩を固めることに成功しましたが、でその後、メル砂漠を抜けてこのテレルテバにやってきたところ、こんな感じで聖なる塔がモンスターたちに占領されちゃったっていうことで、どうだったっけな、一番右の塔途中まで上がったあたりでちょっと呼ばれちゃって出ちゃったんですけど、とりあえずですね、どうしようかなと思って、その移動庫に何かみんな向かったっていう話もあったんですけど、とりあえずはですね、ちょっとこのアイテムとかも気になるし登ってみようかなと思います。で、前回どうだっけ、向こうもあんまりちゃんと回れてない気がするんですけど、ちょっと少しまた余裕ができたんで、しっかりこっちの方回ってみましょうかね。やっぱり上に上がるのが正しいのかな、複雑な作りですよねこれ。わあ、なんかいろいろ出てきましたね。なんか強い気がするぞこれ、なんか見覚えがある。この下の忍者めちゃくちゃやばいやつだった気がするんですけど、周期砲で、音速剣、こいつなんかすごい強い気がする。気のせいかな。オッケー、とりあえずめくらまししとけばだいぶ違うと思うんで、死ぬ気配ないですね。どうだ、押し切れない、やっぱり強いぞこいつ。うわ、めちゃくちゃ回復した。じゃあ太陽光線、暗い、いいね。よしよし、マジックブーツ、持ち物でちょっと見てみましょうか。魔力が上がる、ああいいですねこれ。しかも守備力6もありますね。じゃあリリーが今火力担当なので、リリーの方に装備させましょう。スタース、同じっちゃ同じなんですけどね。スターストーンと、どっちでもいいか。ラバーソールじゃない、マジックブーツ。なんか魔法使いっぽいやつでしょうね。テレル、これが1なんだね。どんどん上がっていきましょう。なんかもう出ますね、普通にこいつ。結構やばいやつな気がするんですよね。どうだろう、ちょっと一回これで押し切れるかどうかやってみましょうか。宗教ね。技覚えてくれれば他の技使うんだけどな。来た、巻き割りスペシャル、えい、いいね。くらえ、2000でまだ死なない。速剣、高速剣覚えてくんない。ない、暗いな。よし、 OK。 向こうもちょっと気になるんですけど、ひとまずは上まで上がってみましょう。はいはい、うわもうゾロゾロ出るよ。これはね、どうしようかな、グレードロールしようか。どうしよう、ライトボールで目くらまししておいて、
一応マシンガンジャブやってみるか。まだちょっと覚えないと思うんですけどね。でストーンシャワー、くそ回避された。うわー一つ外したね。来た、あやっと出た高速拳。つかじゃないのか、これか。おお強い。どうだ、押し切れるか。押し切れぬ。あれ向こう動かなかったね。まあいっか。じゃあ攻撃で太陽光線でどうしようかな。周期砲で高速拳覚えたので、まああとはもう普通に二段蹴りあったりしておきますか。まあさすがにあの2周目のストーンシャワーは耐えられないでしょう。覚えてくんないな。よいしょ、オッケー。うわすっごい技術点。技のチェックしましょう。巻き割りスペシャルを覚えたので、これ何か捨てないとだな。大木弾はもういいでしょう。大木弾覚えてるからいい。エネロープ高速拳覚えたので音速拳を、消します。でここはまだいいね。ここはまあ余裕余裕と。であと見切り技だね。見切り技はちょっと陣形変えてでも覚えなきゃいけないやつ結構あるんでですね、やっぱ後半戦一ターンで倒せないボスなんか死ぬほどいるんで、でそういうやつらがやばい攻撃してくるんで、やっぱ見切り技はやっぱ覚えといた方がいいですね。まあちょっと今回は火力を成長させる意味合いで頑張っていきましょう。もうねスライムはねストーンシャワー効かないですからね。あーどいて、どけどけ、宝箱は取られちゃってんだよな。あそこの敵が固定敵なのかな、ひょっとしてあれを倒していくのかな。よいしょ、あのワンちゃんでしょうね。オッケーいいよ。ライトボール周期砲でこれ二段切りでいいかな。でストーンシャワーでとどめ刺しましょう。オッケー、覚えないね。なんかその技の分が出てるとこ見たらこう平均15ぐらいの時に覚えやすいって出てたんで、まあいるのって言われたら多分使わないんですけどね。あ捕まる。これはこれでいいね。攻撃でいいか。まあでも本当術でストーンシャワーからかな以降はやっぱりもうかなり稼ぎとかが楽になりますね。めちゃめちゃ強いですよね。なんだ貴様らは。俺はノエル様からこの塔を預かっているのだ。ああ出ましたね、ノエルは七英雄の一人です。俺に挑戦するのはノエル様に歯向かうことだと分かってるのか。ちょっとかわいい。それがどうした、えちょっとかわいいぞ。それがどうした、だってノエル様だぞ。七英雄実力1と言われるノエル様だぞ。なんだすごいかわいいぞ。怖くないのか。七英雄1はワグナスだろう。第一貴様はノエルでも何でもないただの雑魚モンスターだろうが。うわひどい、覚悟しろ。うわ待てちょっと待って、そういきり立つなよ。ノエル様はすごいぞ。従っていれば次々と新しい体をくれるぞ。それで永遠に生きられるのだな。いいだろう、お前もノエル。なんだこいつ、ノエル様の部下になれ。そうかノエルもか。貴様は帝国の皇帝について聞いたことがあるか。もちろん俺たちにとっては第一の敵だからな。俺の前に来やがったら首を取ってやるんだがな。かわいいぞこいつ。まさかこうていかわ可愛いが過ぎるぞ。お望み通りだぜ、来なよ。わあ、そしてカバ人間、これ
かわいそうだな、もう。まあしょうがないね。はい、どこまで持つかな。これ普通のカバ人間だよね。終わった。あ、テレルテバを解放し砂漠地帯にマシバを確保した。ああこれって終わっちゃうのか。ん、待てよ、ノエル様は出ないの。あ、戻ってきた。誰か帝国兵の中から腕力体力の優れたものを選んで部隊を作ろうと思う。どのくらいかかるか。30万か。武器防具を揃えるためなど30万クラウンほど必要と思われます。現在我が帝国の金庫には217万2840クラウンが蓄えられております。まあこれはあれですね、部隊を作りましょう。結構戦闘こなしましたから増えましたね。なんだっけ、インペリアルガードかな。まあ3200か。よし、ちょっと一応話聞いてみましょうかね。っていうかこのまま続きがあると思ってたんですけど。アバロンの園に追加予算を投入しました。勝手にこれ追加投資されたってこと？まあ多分投資した方がいいとは思うんですけどね。こっちで、どこにいるんだ？インペリアルガードだっけ？あれ？どうだったっけ？覚えてないんだな、これが。中じゃなかったっけ？どこにいるんだろう？まだできてないから関係ないのかな？それとも、城内じゃないのかな。覚えてないっすね、この辺は。どうだったっけ、開発なんか頼んでた。いや、指はね、慶応類がですね意外と強いらしいんですよね。どうしようかな。まあでも今更な感じもするんですけどね。なんかあの相性がいいって書いてあったかな。あの防御相性があって、こう何に強いとかがあるんですよ。で、あのいわゆる防御耐性あんまりないやつもあって、その見た目は50ぐらいあっても、例えば矢にしか強くないとかっていう、まあそんなに極端なのはあんまないですけど、そういうのもあるんでですね。で、慶応類はそういうのが割とまんべんなく防げるっていうことみたいですね。40万クラウン、戦闘回数にすると20回か。いやーでもなー、まあいっか。まあ40枚最初の分ですよね、これ。まあいいでしょう。まあ後で泣き見る子全部作っちゃったりすると結局泣き見るんですけど、あの武器はまあ選んだ方がいいような気がしますね。ちょっと一応血とあの光はかなり魔法使ってるんで確認しに行きましょう。これはまた次の世代でしょうね。ここは資源かな。ソードバリアで終わり。まだだね。レベルいくつからなんだろう。なんていうんですか、さっきのあのストーンシャワーもめちゃくちゃ強いんですけど、あの、さらに上を行くのが光のあの、ギャラクシーですね。ただまあ消費もでかいので、まあ一概に一番いいのかって言われると、まあ普通にストーンシャワーで十分火力出るんでですね、まあその方はあのストーンシャワーだけでもいいような気はしますけどね。大学ではないでしょうね。こっち行ってみましょうか。てってれーになりましたね。木が大きくなりましたぞ。これでアバロンはさらに豊かになるでしょう。現在4000クラウンの収入があります。あ、
そうですね、4000クラウン。さあ、なんだこれ、こんな可愛いの。陛下ありがとうございます。これで木をさらに育てられます。これはでも追加要素なんですよね。ロマサガナの戦闘勝利音楽もちょっと好きですね、ほんと。ていうか、インペリアルガードはどこにできるんだ？それともまだ言ったばっかりだからどうせできてないってことなのかな？これはシティシーフのとこですよね。特に何もなさそうですね。よし、じゃあですね、意外と今回の工程長いですね。かなり長期にわたってやってますけど。違う違う。回復してますね。じゃあどうしようかな。ちょっとでもさっきの砂漠の続きは気にはなるんですよね。ノエルに会えるはずなんですよ。何か言ってる？やっとこの町からもモンスターがいなくなった。今のででも年代ジャンプすると思ったんですけどね。みんな帰ってきたんですかね。そうですよね、移動校ですよね。みんなもういないのかな、モンスター。ああ、これ何だったんだろうね。ちょっと一応この塔の中だけチラッと見ておきますか。まあ、何もなかったらちょっと移動庫探してみましょう。ノエルに会えるんじゃないかなと思うんですよね。これはもうこれで終わりか。ああそうですね。宝箱とかもないっぽいですね。そっか。よしよし、まあまあ、じゃあ、移動庫を探してみましょうか。移動庫はどうなんだろうね。まあまあ適当に行ってみますか。メル砂漠。おっと、びっくりした。そっか、砂漠はあれなのでちょっと注意しないとですね。なんていうんですか、体力はですね確か半分に減ってるんですよ。こんな感じですね。なので死にやすいのでちょっと注意ですね。そうですね、今これこの陣形なのであんまりこう大型の敵とやってないんですけど、まあ、どっかでガード固めてしっかり戦いたいな。技の覚えとかやっぱり大型の敵の方がいいイメージありますしね。どっかそれっぽいのがあるんじゃないかと思うんですけどね。どうかな。いや違うね。移動庫どんな感じなのかな。なんかそれっぽい、なんか赤とかいろんな色がいるんだね。全部同じ虫と思ったんですけどね。なんとかワームみたいな。ワームじゃないのか、適当だな。ああたくさんカラフルですね。あ、違う色がいる。スナリュー、太陽光線にしようか。で、2段切りぐらい入れとく。ピストンシャワー、
まあ、ダメージの入り見る限りそんな強そうじゃないですけどね。ああ、やっぱりね。おっと、攻撃、ライトボール、直球、二段切り、損者は。もうスカが多い感じですね。あの弓のスカは異常に多かったですけどね。宗教は諦めてもいいような気してきたな。まあ、かといってもう結構技も覚えてるんで、あと欲しいのはもう なんといっても千手観音ですけどね。なんかでもそんなにそれっぽいのってなさそうですね。蛇だらけだな。しかしいいが気になる。あいた。あ、こいつなんか嫌なイメージがある。なんとか爪をやってくるやつですよ、きっと。見たことがある。いや、見たことは絶対あるんですけど。これはどこだ。メル砂漠へ。さらに下がある。アウストラトス。そしてテレルテバまで戻らないといけなくなった。テレルテバの南側からも出られなかったっけ。ねえ、あったあった。また迷う回になりそうだな。今何分です。まだ20分か。じゃあ大丈夫かな。すいませんね。とやってたらもうちょっと思い出すかなとは思ったんですけどね。意外と覚えてないっていうね。どうなんだろう。なんかオアシスみたいなのがあるのかな。移動庫っていうぐらいですから水たまりになってますよね、絶対。ちょっともう一回北側から、北方側から行ってみましょうか。確か北から来ましたよね。よいしょ。さてさて、オッケー。あ、こいつはね、ちょっと強いね。ちょっと結構火力で押しましょう。いけ。高速ナムラはどうなんだろうな。斧技では最強クラスだとは思うんですけど。今出せる最大火力ですね、これ。これなら一ターンで叩きのめせますね。でも湖っぽいものが見当たらないね。サンドバイター、これはまた違うんでしょうね。 あんま強いやつじゃないでしょう。ライトボール、中気砲、攻撃、感謝。500入ってたら多分大丈夫と思いますね。あ、でも倒しきられなかった。中期砲やめようかな。あ、倒せない。よくないね。うお、これ痛え。太陽光線、じゃあ逆に中期砲使う。二段切り、このシャワー。 OK。 これも特殊敵だとは思うんで、まあ早い段階で来て、あの、まあ、ランク上げというか、に狙ってもいいような気はしますね。ウィズ・ゴブリン、まんまですね。はい。周期砲、二段切り、ストーンシャワー。え？結構タフですね。わあ、強い。あ、ラクオハ見切った。なんかこれちょっと、あの資源でラクオハを見切ったのはちょっと嬉しくないですか。 あの分かる人にしか分かんないと思うんですけど、あのいわゆる多分これ元ネタの三国志ですね。で、あのなんていうんですかね、あのまあ有名なあの孔明と並べられるこう軍師なんですけど、宝刀はですね、宝刀資源ですね。そのまあ、実力を発揮する前にこう結局
罠にはまってその羅光波っていうところで命を落とすんですけど、まあその あだ名みたいなのがこう伏龍っていうのがこう孔明で、まあ伏せる龍ですね、と鳳数で鳳の雛っていう意味で並べられてたんですけど、しかしねえな、どこだ。楽王派を見切ったっていうのはなんかちょっと感慨深いものがありますね。なんだこれ。パンチにしとくか、もう。ここは太陽光線じゃなくてストーンシャワー。あれ移動庫あるよね。ないのかな。今のでクリアしちゃってなくなっちゃったとか。でもなんかそれっぽい、なんか移動庫っていうぐらいだから湖ではあるでしょうじゃない、あるでしょうじゃないって何なんですかね。え、ぴゃー、こっちあったりなかったりするんでしょうね。でも濃いところってありますかね。本当にないな。てかこれ迷ってるだけで時間が過ぎそう。そして捕まった。OK？強い。まあでもダメージの入り具合でもちょっと見えてくるものはありますね、やっぱり。しかし移動庫ってあるのか、本当に。あと他に移動できるの、これってどうでしたっけ、もう外に出ちゃうんでしたっけ。まだか。どこですか？移動庫どころか、なんかイメージとしてはこう幻の湖みたいなのが何個も見えたりして、違うのかみたいな感じのイメージだったんですけど、何にもないね。これさっき出ちゃったとこですよね。おっ、あれだ、そうか。ちょっとノエル会いたかったですけどね。ノエルは七竜の中でも一番まあまあ人間っぽいのでっていうのもあるんですけど、かっこよくて好きなんですよね。性格もなかなかいいやつですね。パンチ、ダンキリ、このシャワー。よし。なんか道に迷ってるだけですね、すみません。赤いやつがちょっと強いのかな。倒しきれない。あー、持ってかれた。やめておくれ。よくないぞこれは。危ない危ない。ちょっと気をつけましょう。セーブしてないからね。太陽光線にしとくか。フォークスクリュー。
二段切り、トンシャワー。オッケー。本当は多分これ攻撃しきった方がいいんだろうけどね。なんか敵がうろうろいる中をうろうろするだけで、特に何もないですよね。なんだ移動庫。お前はいるのかよ。まったく。そうか。じゃあどうしようかな。エルネップにも行ってみてもいいですし。今、新しい高エリアのアウストラトスっていうのが出ましたけど、アウストラトスってなんかあったなっていう感じなんですけど、あんまり覚えてなくてですね。参ったな。ちょっとすごく中途半端な動画になっちゃうな。前回に引き続きまたちょうど足して1時間ぐらいなんですけど、今参ったなこれ。でもなんかあったような気がするんですよね。どうだったっけ。ちょっとバーに寄ってみましょうか。なんか話聞けるかな。砂漠では近づくと消えてしまう幻が見える。諦めなければいつかは本当。いや、その幻が見えないんだって。移動庫の水を飲むと不老不死が得られるそうです。旅立った人はいますが帰ってきた人はいません。また前唾臭いですね。こっちは何。あ、こっちはあれか、コムルン島に行く方か。なるほど。ちょっともう一回だけ探させてください。これでダメならちょっと一回切りましょう。これさすがに本当お散歩配信ですよ。配信じゃないんだけど。ないよね。やっぱり先に行くべきだったのかな、あの塔をやる前に。これノエルに会える感じしないですね。うわ残念だな。なんとなくで。まあ、宝箱がなんかないかなと思って気になったのが一番の理由なんですけど。これどうも、それで、あった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 。これじゃない？これじゃない？あ、消えてしまったよ。あるね。これはあるよ。あるよ、あるよ。あるのなら探すよ。どうだ？ないね。他のエリアか。いた。すいませんね、なんかずっとダラダラやってますけど。まあちょっとお休みなんで、まあいいでしょう。どうだっけ。これはこっちは、あ、出れるといえばか。うわー、紫は大したことない。これはライトボールでいいでしょう。オッケー。オッケーオッケー。あ、99技術点だから本当に弱いんだ。どうかな。あ、いや、また出たよ。これはもうずっと偽物なのかな。消えたね。で、他には？なんだか突然出てきたな。うわ、敵が。わ、うわぁ！ちょっと、逃げましょう。うわぁ、もう抜いて。よいしょ。
逃げろ。ダメか。だから紫以外は戦わない方がいいっていうか、まあ相手にしないに限るね。よしよし。じゃあ他の場所も回ってみましょう。もう一度、人どこかあるんじゃないですかね。うわ、いい反応を見せるね。逃げろ。よし、じゃあ隣見てみましょう。うわ、出ちゃった。伊原からもう一回こっち下っていきましょうか。ここにもあるんじゃない？あったあった、ほら。ちょっと逃げよう逃げよう。いずれたどり着くって言ってましたからね。ダメか。よいしょ。しょうがない、戦おう。いや、208か。やっぱまあ大したことはないんだな。どうしようかな。大体似たようなあたりに出るのかな、どこも。よいしょ。左側。でん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 。ない。ここでもな、真ん中とか出そうですよね。ない。ないね。じゃあしょうがないね。そしてここにまた出てしまった。なんかでもあの、なんですか、乱数臭いと思いません？なんかそのうち当たる気がする。こっち、ずれた。あれ、ないか、ないかよ。ないですか。メル砂漠。もう一回、ビハラから。多分そのうち当たると思いますよ。やった。よし。あー、もうでも結構経っちゃったな。すいませんね。よし。技術点もね、そこまでじゃないんだよね。いやー、ないな。やっぱある場所はあの一箇所だけなのかな。なんか他の場所ってあんまなさそうですね、こうやって見ると。こっちだ。こっちだ。そしてここで曲がる。突っ込む。出れる手間だけど、あそこの左にはありましたから、多分ね、どれが正解とかじゃなくて、これだけ出ないのがあると、おそらくですけど、当たりになったり外れになったりするパターンじゃないかなと思いますね。いい、あった、入れろ。ダメだー。どうかな、これで出たり入ったりしてたら出ないかな。そのうち当たるんじゃねえの。消えたわ。ちょっとめたいですけど、この手のゲームはよくありますからね。特にあの、いろんな場所で消えるやつとか、しかもあの、出たり出なかったりする場合は、あ、やっぱり。ほらね、当たった。ひどこですね。ここには選ばれたものしか入れないのさ。大丈夫かお前。
ケケケ言うとるけど、見て見て、私って若いでしょ。ね、ね、なんだ、本当にあれなのか。水がやっぱ違うのか。砂漠で迷ってここを見つけた時はラッキーだと思ったのに、もう二度と出られない。あ、で、え、ちょっと待って、私も出られないのか。なんだ、この水を飲めば LP が回復しますが、この湖から出ると LP がそれやばいな。ちょっと待って、飲んじゃダメだね。ちょっと待って、セーブしよう。飲めたりすんの？あー、喉が渇いた。飲まないよ、そんな恐ろしいの。わわ、落ちた。あー、これは、あ、こっち水から入るんだね。よしよし、行こう行こう。なら、ここに、でも、その、なんか、行った若い村の者たちっていうのが、ここに来てるのかな。なんかでも、何にもいないですね。ここなんかありそう。あ、やっぱり。イロリナの星。これなんだっけ？証券かな？あ、ですね。あ、結構強い。30だから。おっと、やってるね。待って待って。勝負あった。邪魔をするな。まだやれる。無茶するな。皇帝陛下ですね。あ、出た。私は七英雄の一人、ノエルと申します。ノエル、テレルテバから手を引け。落ち着け。テレルテバは私が解放したぜ。テレルテバの塔では一体何をしていたのだ。なぜモンスターを使って人々を苦しめた。あの塔は我々の時代の古い建物です。少々調べたいことがありまして、見張りを置いてあったのです。やはりモンスターを使ったのはまずかったようですね。どんなに賢くてもモンスターはモンスター。テレルテバの人を苦しめるつもりはなかったのですが。テレルテバからは引き上げます。それでよろしいでしょうか。んー、まあそれならよろしい。ありがとうございます。ではそのように取り計らいます。そうなんですよ、結構こんなやつなんですよね。なんていうんですかね、あの、まあ戦闘になるとわかるんですけど、あの、どう言ったらいいかな、あの、ノエルはこう武人っていう感じですかね。まあだからかっこいいんですけどね、結局。まあ男前ですよ、一番男前だと思います。さすが皇帝陛下、ノエルと話をつけるとは噂以上の方ですな。私はシャールカーン、砂漠の戦士であります。今後は共に戦わせてください。わかった。じゃあデザートガードを結成し、この付近の守りにしようぜ。はっ、いいですね。はい、これでデザートカードが加入しましたね。そっか。砂漠の南に我々の町があった。今は誰も住んでいないだろうが、そこには何か君の役に立つものがあるかもしれない。そうですね、これはですね、ちょっと格好であれなんですけど、まあ、ネタバレってほどじゃないんですけど、これ間違いなくあれ古代人ですね。で、古代人っていうのは、七英雄も古代人になりますね。まあ、またそのあたりは話におそらく出てくるので。そうか、まあ戦闘すればまたノエルの、かっこよさがまた見れるんですけど、まあまあいずれまたという感じですかね。この工程長くなりそうですね。しかしこれ大丈夫なのか、この人たち。ずっと出られないけどいいんだろうか。よし、これでここにセーブして出ましょうか。あ、まだ入れる。もう移動しないのかな。こっち行こうか。そしたらこっちに行けばあれってこと？彼らの古代人の町の跡ですかね。どんなとこだったかな。ストラトスってそういう場所だったっけ。もう結構忘れてますね、やっぱり。ここだね、出口は。ここからストラトス入れるでしょ。これだ、砂の遺跡。お、遺跡。
何も、あ、あったあった、ここだ。待って、でも、あ、43分か、ちょっと見てみましょうか。OK? 攻撃、まあ、攻撃でいいか。ライトボール。パンチ。あ、ここは、一応気を使うか。二段切り、ストーンシャワー。暗い。いいね、暗闇。覚えないね。それ。あっ。おお、怖え。からの回復すごかったね、今。いいね。強いね、しかし。宗教もういい加減やめたいんだけどな。いや、でも今回このなんていうんですか、あの皇帝の代は本当に自分も強くなりましたけど、敵もすごく強くなった気がする。暗い。よし、これはそんなに固定的、これかな。ほい。あ、弱かった。諦めようかな。なんだっけ、ベルセルクかなんかなんですよね。あの強制しかするんですよね、これ。こんな感じで相手が使うっていうね。あらら、勝ったか。まあいい、ストーンシャワーで終わりでしょう。よいしょ。ああ、別に特殊な敵は出ないですね。いっか、こうしよう。うわあ、使った。なんかあの上のロビンハットかなんかだと思うんですけど、こいつやばい気がしますよ。あ、オッケーオッケー、倒せた。わ、結構広い。あ、ワープするの。ライトボール、パンチ。しゃ、それ、あ、ストーンシャワーであれが倒せない。スライムが残りますね、これ。あ、倒せた。え、そしてお前が残るんだ。で、よしよし。あ、くそ。なんかヴァンパイア2種類いますね。うわー、どいて。抜けれないかな。よし、抜けた。こっち、ちょっとセーブしましょうね。ちょっと大丈夫かな。あらら、戻ってきちゃった。じゃあ右行ってみましょうか。これはこっち戻ってきちゃった。右はない。左、
けー、ゴー。ライトボール、おー、スクリュー、ランゲリ、ストーンシャワー。あーすか、これちょっと嫌な予感しますね。おりゃ、どうだ。あー倒しきらない、痛そう。うわ943いった、これはやばいね。そこでとどめさしましょう。いや倒れない、嘘だろ。 OK、 危ない、ちょっと舐めてましたね。ちょっと待ってね、これセーブしましょう。これも強そうだね。やばいのしかない、消費がおかしいやつばっかりだ。せい、よいしょ。オッケー、オッケー、これはちょっとセーブしよう。抜いて、抜けろ。オッケー、どっちかじゃないこれ。いや、こっちだ、こっちか、これはこっちで合ってそう。で、こっちじゃない、ほら、オッケー、いいよ。ブレードロール、太陽光線、フォークスクリュー、残像剣、損者は、おりゃ、よしよし。術ポイントがなくなってきましたね。ちょっとお酒を飲みますか。オッケー、お、幻獣剣だ。あ、いた、やばい、幻獣剣確か強かった気がする。うわ、いろいろ湧くね。はい、いやーでも敵も強くなってるね。あ、これで倒れないもんね。っていうことは損傷は一発じゃ倒せないってことですよね。 OK、あ、これでも入り口に戻っちゃうんだ。っていうか、でもこれはじゃあどうやって取るのさ、左からだよね。退却しよう。で、下でいいよね、これは。で、こっちとか。あ、開いた。違う。退却。ミスった。まあまあいい、わかった。オッケー、オッケー、オッケー。はい。で、こっちに行って、オッケー、セーブをして。財宝20万ね、オッケー、いいよ。で、出ましたね。じゃあ、これだけかな。だいたい回収したかな。じゃあ今日はここまでにしましょうか。ちょうどいいぐらいの時間ですね。すいませんね、迷ってる時間の方がすごく長かったですけど、ただちょっと面白いのがまだ
これ工程続くんですね。面白いですよね。今回長いな、すごく。なんだろう、タイミング的にそんな感じになっちゃってる感じなのかな。あの進めすぎて最終工程がもう出そうな勢いですけど、それではちょっと一回アバロンに戻りましょうかね。よし、じゃあ今日はここまでにしましょう。すいませんね、あの特にあの前半またドタバタしてあのすごい中途半端なところで投げちゃったんですけど、まあ、一応ノエルにも会えましたし、そうですね、ノエルとまあ戦ってみてもよかったような気もするんですが、相性はですね悪くはないと思うんですね。ノエルはあの武人だけあって、あの確か体験使いだと思うんですよね。なのでソードバリアがおそらく敵面効くとは思うので、まあ、ただ見切り欲しいな、本当。次回の次の世代ではちょっと陣形変えてしっかり受けつつ進めるような感じの作りにしましょうかね。まあ一旦耐えてくれれば、あのまあ殲滅力はおそらくかなり高いのでですね、やっぱり術は大きいですね。本当初めてやった時は術は見向きもしなかったんですけどね。あ、というのもこう最初の方で使ってすっごい弱いなこれと思って使わなくなっちゃったんですよね。で思い出して使うとやっぱり育ててないので弱いんですよね。まあそれもあって1周目では使わなかったんですけど、以前も言いましたけど、あの当時の友人がすごいこう嬉しそうに、あのいやそんなことないよって使ってごらんよっていうのでいろいろ教えてくれて、あの使ってみてっていう感じだったんですけどね。はい、まあこんな感じであの緩くやってますけど、すいません、本当道に迷ってる時間が非常に長くて申し訳なかったです。またよかったらですね、一緒に見てもらえると嬉しいかなと思います。でもこれでどうですか、七英雄が九人士でしょ。でボクオン倒しました。でダンターグ倒しましたね。でノエルと今会いましたね。でノエルはどうかな、もう会わないのかな。であとは会ってないのが、スービア会ってないですよね。でロックブーケで、ワグナスですね。この3人と会ってない感じですね。まあでももう半分以上会いましたからね。まあ今後またあのもう結構半分より右側に来てるんで、あのもうしばらくしたらどんどん会っていく形にはなると思いますが、ロックブー位置は大体覚えてるんですけどね、スービエの位置だけちょっとあんまり覚えてないかな。どっちだろうっていう感じですけど、怪しい場所はあるんですけど、どっちだったっけっていう感じですね。まあまあその辺はまあわざわざ言うこともないので、あのまたゆっくり追っかけていきましょう。はい、では今日はここまでにしたいと思います。はい、では皆さん、あの本当長時間どうもありがとうございました。またよかったら次の動画でお会いしましょうね。ではお疲れ様でした。さようなら、バイバイ。